こんにちは。アガルート司法書士講座の民事訴訟法を担当させていただきます。私、司法書士の千葉正人と申します。どうぞよろしくお願いいたします。第一回目の今回は、ガイドラインということで。あ、ガイドライン、ガイダンスですね。ガイダンスというところで。これから勉強していく民事訴訟法。それから民事執行法、民事保全法。こういった、あー。えー。 法律のですね、えー、勉強の仕方だとか、商標試験におけるまあ立ち位置だとか、そういったところのお話をまずはあさせていただければなと思っております。えー、まず、えー、民事訴訟法ですけれども、こちら、えー、今もう皆さん、えー、民事訴訟法を勉強されているということは民法だとか会社法、いわゆる商標試験における、えー、主要四科目、えー、民法、不当法、商法、会社法。えー 商業統計法法ですねこの4つのお勉強は一通り済んでいるのかなというふうには思うんですけれども、えー、そのほかに司法書士の試験の科目としまして、えー、皆さんまあご存じだと思うんですけれども今からお勉強していく民事訴訟法、えー、民事保全法民事執行法そのほかに司法書士法教託法といった5科目いわゆるマイナー科目というものがございます。でえー、と試験 科目のですね得点で見ます得点の割合で見ますと主要4科目が卓一の75%ぐらいの得点を占めるわけなのでまあそう考えるとやはり時間がある時には主要科目の方に力を注いで勉強していただくというのはどの先生方もおっしゃっていることではあるかと思うんですけどもマイナー科目が全部で卓一がですね午後の部の中に 全部で十七問、午前午後合わせてですね、全部合わせて十七問で五十一点の、えー、配点があります。で、そのうちの民事訴訟法今から勉強する科目なんですけども、なんと五問もあるんですよね。であのもう本試験の方何度か受けている方はまあわかると思うんですけども、午後の部、えー、初めにめくった一問目から五問目が民事訴訟法の問題になるということになります。 でえー、と試験のお話をちょっとさせていただければと思うんですけども、えーまあ、当然あの何度か受けていらっしゃる方はご存知の通り、えー、午前が択、えー、一のみ、えー、2時間35問で午後が、えー、3時間で択一35問とあとは記述式2問というところで、えー、それを3時間でやるということなんですけども。えー 本当にあの本試験経験されている方はご存じの通り午後の部はですね本当に時間がもう足りないというところで3時間あるんですけどもその中で択一の35問を全部解いた後に記述式を2本解かなきゃいけないというところなので私があの合格年度の,まああの私5回ちょっとチャレンジしてようやく受かった ですけれども最後のの本年の時はですねもうちょっと時間配分を自分の中で決めてまして、えー、午後の部はですね3時間のうち択一、えー、35問に70分かけますと。でそれは1問あたり2分、えー、取ってかける35問で70分。そうすると残りが110分残りますよね3時間ですから。 でえー、不等法の、えー、記述式と小等法の記述式とも、えー、に50分50分そうすると、えー、100分ですから残り10分余りますとでこの残りの10分は卓、えー、一でちょっと不安が、えー、残るところを見直してみたりとかあとは、まあ、不等法小等法、えー、ちょっと時間が50分じゃ終わらなくて足りなかったところをその10分当てて、えー、考えたりだとかといったところでその10分はその時々によって 卓越に使ってみたり不等法の記述式に使ってみたりというような振り分けるというような形で時間を決めてその辺はタイムマネジメントをしっかりして郷の部は東連の時からですねやるように意識しておりましたので皆さんいろいろやり方が人それぞれだと思います。例えばあの私の知り合いいですとと記述式から解くという えそれで受かった方もいますし、まあ、私は頭から特派だったので択一、えー、は70分と決めてやっていたということなので、まあ、皆さんももしよろしかったら参考にしていいただければと思います、はい、でこれから民事訴訟法のお話に入ってまいりますがまず序論民事訴訟法とはというところで、えー、まずはこの民事訴訟法とは一体何なのと。 えー、っとすいません、えー、まずあのテキストについて、えー、なんですけども、えーまあ、このアガルトアカデミーの、まあ、テキストの作成の担当の方が一生懸命こう,こうテキスト、まあ、私も当然チェックとかしながら作っているものなんですけども、えー、こちらのテキストはあのー、アガルトアカデミー司法試験の講座もありましてそちらの、えー、担当の方が作成させてし まあしていただいたものですから、結構ですねあのー、学説だとかっていうのがああふんだんに盛り込まれているテキストになっています。でその学説まあ争いがある学説だとか判例というのがまあたくさんあの盛り込まれていて、それは当然あのー、知識を深めていくためには。えー あった方がいいものではあるんですけども、こと司法書士試験に限って言えばですね、司法書士試験に限って言えば、民事少なくとも民事訴訟法、民事執行法、民事保全法に関してはまず条文でえほとんどの問題がまあま解けると。でまず条文に沿ってえ回答してもらって、でえその次にまあ重要な判例にえよってまあ回答してもらう。で最後に学説と。 という形で、まあ、これはあの民事訴訟法以外のものも証書試験っていうのは、まあ、まず条文ありきというのは、えー、皆さんも勉強してると分かるかと思うんですけれどもなのでえと、まあ、時間がある時はですね余裕がある時には理解を深めるためにもあこういう学説があるんだなとかっていうのは見て頂ければなと思うんですけどももしですねちょっと直前期で時間がない場合は、えー、まずは条文を6歩を何度も引いてですね まず条文でしっかりとした知識をつけて、その学説のところはまあ読み飛ばしていただいてもいいのかなと思いますので、そういった使い方をしていただければと思います。えっと続きまして民事訴訟法すみません民事訴訟法とはというところの序連序論についてお話を進めていきたいなと思うんですけれどもテキストの第 まず、じょ民事訴訟法とはというところ、まあ見くっていただきますと、第一に民事紛争における民事訴訟法の位置づけというところが出てきます。え、ちょっと読みますね。人間は社会共同生活を営むため、多くの人が相互に接触する。その結果、さまざまな争い紛争が発生しますというところです。人間というのは、まあ当然あのジャングルとかで一人で一人とか家族のみで えー、生きてるわけではないのでその社会共生活を営む時にはさまざまな争い紛争がどうしても発生してし,発生してしまいますよというところですねその解決の方法として、えー、民事訴訟があるというところではあるんですけれども例えば一、えー、番 A が B に借りて100万円を返さないとの私人間の争い私的紛争これを民事事件と呼びますと、えー。貸した100万円が戻ってこないんだけど返してよとか。 あとはえー、そうですね、えー、と貸したものが返ってこないんで返してくださいとかあとはこの土地は自分の土地なのに先祖代々の自分の土地なのにお隣さんが少しずつこう、えー、侵食してきてるからここの所有権この土地の所有権は自分であることを確認したいとかそういったものが、まあ、いわゆる民事事件と言われるものですね。詩人間のの争いのお,お話と というの番番ですね ② 番課税額をめぐって税務署と、えー、納税者の意見対立等の貢献力と詩人の間の争い行政事件とあります。えー、とこちらは、えーまあ、いわゆる国県市区と個人との争いというところでこれはちょっとまあ民事ではなくて行政事件という位置づけがされます。 えちょっとまたあの手続きとかっていうのが変わってくるものになりますね。番 A が B を傷つける等の法益侵害刑事事件こちらは刑事ドラマとか見てればまあよく皆さんもあのどんなものかっていうのは分かると思うんですけどもえ人が A が B を殴ってしまって怪我をさせてしまったとかあと A が B のえまあ財産お金を盗んだりとか。 っていう場合には、えー、刑事事件、お金を盗んだりした場合には刑事事件でもあるし、民事的に盗んだ百万円返せよという民事事件、まあ両方の側面があったりもしますね。で、えー、紛争を解決手段にもする手段にもさまざまなものがあるとその下に書いてあるありますね。例えば丸一、紛争当事者が話し合いにより自主的に解決する。まあこれは一番望ましいですね、えー。当事者がお互いに話し合ったら。 えー、あそれは確かに100万円あの時借りたねありがとうと、えー、今すぐ返しますねこれであの解決しますからこれが一番望ましいことではありますがただなかなか争いというのもそう簡単に解決しないものもありましてですね 2> 2番第三者者が当事者間に入って紛争の解決を図るということですこの二番はまだあの第三者がというところで当事者以外に例えば共通の知人とか友人が間を取り持ってくれたりだとか。 えー、あとは、まああのー、それこそ弁護士さんとか証書士とかそういった、えー、法律の専門家にちょっと間に入ってもらって、えーまあ、そのなんですか、ね、紛争事件の整理をしてもらってここはこここうだから、えー、じゃあ100万円のうち80万円は返してねっていう形で、まあ、うまく、えー、お互いが、まあ、納得して和解をしたりとかっていう。でえー、と えー、例えば ADR っていうものがありまして皆さんご存知でしょうかね裁判外紛争解決手段と手続きかっていうものがあってこれはいわゆる知人とか友人ではなくて、えーまあ、司法書士とか行政書士とか弁護士さんとかそういった方がいわゆる裁判外で間に入る専門家が間に入ることによって、えーまあ、紛争を 解決をしていきましょうっていうような制度があります。えー、丸三番、えー、国家権力が介入し、貢献的に紛争を解決すると、えー、まあどうしてもあの二人で話し合ってダメでした。知人とか友人の間に入って取り持って、まあもしくは、えー、司法書士とかがあ紛争外、えー、紛争解決手続きとして ADR という手続きで、えー、解決しようと図ったけど無理でした。もうこれは訴えてやるということで。えー 訴訟になったりしてで最終的にえ裁判所がまあ判決という形でじゃあ A は B にえ100万円返せだとか払えとかっていうような判決でえ貢献的に紛争を解決するというところですよね。でさまざまな紛争解決手段のうち私的紛争を貢献的に解決するのが民事訴訟手続きであり強制的最終的解決が予定される。裁判所までで巻き込んで、えー まあ口頭弁論とかをやって時間もお金も使ってですねで出た,解決出た判決 A が B に100万円払えというのは当然あの強制力がありましてそれを保護にしたりすると今度は民事執行法というのがあってそちらの方で銀行口座を差し押さえされたりだとかそういった強制的な手段が取られてくるということになりますねで。で、えっと じゃあ紛争がが、まあ、起こるのはしょうがないよと人が大,、まあ、大人数でいろいろ生活共同生活してるわけですからしょうがないねっていう時に、まあ、紛争当事者がお互いで自主的に解決するっていうのは、まあ、最も望ましいことですし、まあ、裁判にならずそういった2人の話し合いで解決するっていうことがまあほとんどだとは思うんですよね。でこの民事訴訟法っていうのは当然裁判手続き民事訴訟の手続きが規定された えものえー、手続き法ではあるんですけどもじゃあそういう司法いわゆる裁判所っていうのが、えーまあ、どのようなあ、まあ、役割があってどういった権能があるかというところの考え方の一つとして、えー、この我が国日本で自力,自力救済の禁止っていうような大原則があります。えー、自力救済の禁止 例えば A が B に100万円を返さないっていう先ほどのお話ですけれども A が B に返さないから力ずくで100万円を返してもらう家に行って力ずくで銀行通帳とはんを取って下ろして返してもらうこれが日本,の日本では許されてない自力救済が禁止されているというところなんですよねでこれ自力救済といううのを許してしてまうと いわゆる力が強いものが勝つ弱肉強食の世の中になってしまったりだとか100万円あるっていうふうに本人は1万円の債権があるって本人は思っていたのに実は総裁がされてて100万円の債権っていうのが法律的に見ると実はなかっただよとかっていうような実際は権利がないのに権利行使をしてしまったりだとかそういったものがまあ起こってくる可能性があるので自立救済を禁止してますというのが 原則なんですけれどもただ自立救済を禁止するということは、えー、トラブルがあった時にやはり国としてですねまあ実際には裁判所司法なんですけどもがその、えー、権利の保護だとか自立救済を禁止している以上は貢献的に解決する手段っていうのがやっぱどうしてもなくちゃいけないということになりますよね。でえー、権利行使、えー をまあ貢献的にえ強制的にえ解決するような機関っていうのがまあ司法なんですけれどもえまずじゃあ先ほどの100万円を貸したけど返ってこないっていうお話の中でえいくつかその紛争解決する手段にはステップがございますまず一つ目がえその権利行使っていうのが正当かどうかっていうのをまず判断しなきゃいけない。でこれは判断するのはどこかっていうといわゆる裁判で裁判所が 裁裁判所は裁判で判所でで断すするんですよねでその手続きを定めた法律が今から勉強する民事訴訟法というところになりますなんで民事訴訟法でまずはその権利の正当性っていうのが本当にあるのか、えー、ちゃんとその100万円の債位権って認められるのかっていうのを裁判所、まあ、法律の専門家である裁判所がまず認定します判断しますよというところですこれで100万円もう実はいついつにも返してるじゃないかと。 100万円の債権はもうないよねってことになればまあそこでえもう終わりですしじゃあえ100万円債権確かにありますだからえ貸した100万円は返しなさいこれをまあいわゆる確定判決っていうんですけどもえ裁判所が判断しましたよとそうしましたらそれをその判決っていうのは債務名義って呼ばれるんですがその債務名義に基づいて実際にえっと手続きを踏むことによっ で執行官だと、まあ、あの預金銀行預金の差し押さえとか給料の差し押さえとかそういった強制的な回収手続きというのをの段階に進むんですけどもその差し押さえとかといったいわゆる強制執行の手続きについて定められた、まあ、規定された法律というのが次にある民事執行法ということになります。 で民事訴訟法でまずしっかりその100万円を返せっていう,ような100万円の債権っていう権利があるよねっていうのを確認してその確認した判断確定判決まあ債務営義に基づいてえ実際の実力行使というか差し押さえといったような実際の回収をしていく手続きこれが民事執行法に定められているというふうにご理解いただければと思います。 じゃあ、えー、と民事保全法っていうのをその後お勉強するんですけど民事保全法って何っていうと少しちょっと毛色が違いまして、えー、そのトラブルを解決するときに、えー、その権利行使の正当性の評価で、えー、裁判やるんですけども裁判ってやっぱり時間がかかります。でえー、と裁判所のちょっとホームページに。 ちょっと古いんですけど平成20年の1年間の調査結果報告書っていうのが載ってましたのでちょっとご紹介させていただくと事件数が大体年間で19万2,000件ぐらいありますよということですね。でこれが大体土日とか正月休みとか除くと1日に750件ぐらいですねざっくりですけどどっかしらで訴えが提起されているということになりますよね。 で平均の審理期間、いわゆる、えー、と判決が出るまでというか、えー、平均の審理期間が六点五ヶ月ということです。まあこれでもずいぶん短くなったというのは言われているんですよね。ただ、えー、とこの六点五ヶ月の中には、まあ、えー、平成二十年の頃がそうですねからどんどんあの増えていったものではあるんですけども、いわゆる債務、まあ証書士でもそれを専門にやられてるような事務所もある債務整理って言われる。 いわゆるサラ金からお金を借りてえちょっと利息を払いすぎてた分を取り戻すっていうようなえ案件があるんですけどもその「過払い金返還請求訴訟」これはまあ大体あのえっとそうですね民事訴訟の後ろの方であるえ総額訴訟とかえそういったあと簡易裁判所の手続きとかそういう簡易的なところで行うのがまあ通常ですからえまあ審理期間 例えば1回の少額訴訟であれば1回の行動弁論でまあ終了するというところなのでそちらの過払い金返還請求訴訟のまあ審理期間というのはぐっとまあ短くなりますからでそれを除くとだいたい1件あたり8.1か月ぐらいそれでもかかるっていうふうに言われてますね。そうしますと えっと、訴えの提起をした段階で、えー、訴えられた方はあ A が B に借りた100万円を返さなないっていうようよよ、まあ、訴えですよね、えー、例えばあそういう場合はですね「あ 100, 100万円返せ」って訴えられてるっていうのが訴えられた方、まあ、被告っていうんですけど被告も当然分かるわけでそうするとこれ6ヶ月8ヶ月経ってる間に。 ここれれちょっと裁判中ちょっとこれ自分ちょっと負けそうだなって思った時にじゃお金をえ例えばまあ親族とかの方にまあ他の口座に移したりとか隠したりとかされてしまうといざじゃあ100万円返しなさいって判決が出た時にいやもうありませんよってなると実際の回収が困難になってしまいますよね。あとは例えば 土地の所有権を争っているような裁判であこれ A が、えー、俺の自分の土地をですね、えー、これは私の土 A の土地だっていうふうに、えーまあ、訴えてきたなと。でどうもこれ負けそうだな取られちゃいそうだなっていった時にはじゃあ早急に全くの第三者にその土地を売って現金化してしまってそれを隠してしまったり。 っていうようなことがまあ起こりうるので、えー、それを事前に、えー、防ぎましょうっていうのが民事保全法になりますね。なのでえっと皆さんもあの不動法不動産と今日まあ勉強していてまああのー、目にしたことがあるかなと思うんですけども、先ほどの後者の例ですよね、えー。争いがあるその土地の所有権をめぐった争いがある場合に。えー 処分禁止の仮処分っていうのが入るとですね、えー、これはあの当然申請じゃなくて嘱託で裁判所からの嘱託で入るものなんですけど処分禁止の仮処分っていうのが入るとじゃあその土地まだ A のものか B のものかっていうのが、えーまあ、確定しているわけではないので当然今の所有者である例えば 登記簿上の所有者である B が第三者に土地を売るっていうのはまだ確定しないんで当然できるんですよね。できるんです。ただその所有権移転登記の前に処分禁止の仮処分っていうのが入ってしまうと例えば処分禁止の仮処分が入りました。B が C にその土地を売りました。で登記も経由してますと言った場合、これ、A、B から C への所有権移転登記これ自体は当然有効です。ただ裁判があ 終わってあこの年は実は B のではなくて A の土地でしたねっていうのが確定してしまうとこの処分禁止の仮処分っていう登記が入ってますからその時をの時点を見て、えー、その B から C への所有権移転の登記が、まあ、覆されてしまうということになります。なのののでその処処分分禁止の仮処分っていうのを入れておけば万が一、えー、万が一じゃないです、ね、A が えー、勝訴した時に、えー、その B の土地を第三者に売られても自分の土地であるよっていうのが、えー、主張できるっていうことになります。はいえー、なので、えー、まずは民事訴訟法の方で、えー、いわゆる裁判で、えー、その権利が正当であるかどうかっていうのをその権利公社正当性の評価これをする手続きというのがあ民事訴訟法にて規定されていると。 でその判決をもとに確定判決をもとに実際に差し押さえとかそういった実力行使に出る強制執行に出る際の手続きというのが民事執行で定められていてで裁判はやっぱ時間かかるのでその間その争いのある対象物がちゃんと裁判が終わった後も回収ができるように しっかり取り戻せるように、えー、あらその権利を、まあ、今の状態を維持しましょうとか保全しましょうというような、えー、そういった法律が民事保全法になるとということですね、はい、少し長くなりましたけども民事紛争における民事訴訟法の位置づけというところから民事訴訟法、民事執行法、民事保全法の、えー、はどんだけ法律なのかと。 というところについてご説明させていただきました。第二民事訴訟法の基本原理というところに入ります。まあ先ほどのお話、えー、とまあ同じなんですけれども、民事訴訟法の目的としてはまず、えー、紛争解決ですよね、えー。確定判決による強制執行を予定しているというところ。えー、二つ目、えー、司法秩序維持。えー、司法秩序維持。 これ何かっていうといわゆる、えー、と最高裁の判例とかっていうのを、まあ、民法とか勉強してると、まあ、よく目にすするるととこがあると思いますで、えーとまあ、法律例えば民法なら民法会社法なら会社法に、えー、を見れば、えー、と全ての,そのトラブルがですねどっちがいいのかどっ,ちどっちが悪いのかっていうのが判断できればいいんですけどもなかなか。 えー、特に民法とかっていうのはあもう全てのケースを、えー、全て網羅するっていうのは、まあ、現実的に不可能ですから、えー、裁判所の方で、えー、こ,ういうこういう条文はこのように解釈してくださいねっていうような、まあ、最高裁判所の判断っていうのは、まあ、判例っていうのが積み重なっていて当然、えー、と過去に出た判決とかっていうのを参考にしてえー まあ法ののの解釈っていうのはしていくものなので,、ね、で司法秩序維持っていうのはそういったことでいわゆるその法律の解釈こういうケースの場合ってこういうふうに考えてこういう決断を下しましょうっていうようなものこれが例えば1年前の判決と今の判決が全く考え方が逆ですと。 これは当然あの困ってしまいますから、そこを統一していくことによって未然にやる法律にでは書ききれないところっていうのを補填していくというところですね。あと三つ目、まあ権利保護というところです。これは自力救済が日本では禁止されてますんで、万が一トラブルになっていう場合に泣き寝入りしないで済むように、最終的には裁判所にまああの裁判を 訴えを提起して判決確定判決をもらうことによって民事執行法で権利の保護が図れるよというところになりますね第3手続きの流れです訴えまず一つ目まず訴え提起とありますけれども申し立てなければ裁判なしと言われる通りまずは当事者が裁判所に訴えを提起しなければ裁判は始まりません まあ当然あの裁判所だとかあと何ですかねえまあ警察官絡んでくるとちょっと刑事事件関係になってしまうんであれなんですけども裁判所の職員がえ街の中をこううろ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 しててですねえあ A が B に100万借りたのに返してないとかっていうのを把握するっていうのはまあ不可能ですからえ基本的にはそ,のそもそもじゃその裁判 の手続きっていうのを使う使わないっていうのも使わずに解決する方が望ましいですし使う使わないっていう判断もその個々人の判断に委ねられると考えに委ねられるというところこれの考え方を処分権主義って民事訴訟法の中では言ったりしてまして例えばまずそもそもじゃあ100万円貸して帰ってこないけど泣き寝入りするのか裁判の手続きを使って回収していくのか。 はたまた100万円のうちの50万円は返してくれっていうふうに裁判を起こすのかはその裁判の範囲っていうのも当事者が全て決めていくというところですねそもそも訴えるのか訴えないのかじゃあ100万円の債権のうちのいくらを分だけ裁判の対象にするのかっていうのも全て当事者が決めていくというところが原則になります。 で裁判所に訴状を提出して行う、えー、と書いてありますそうですね、えー、とやっぱ原則的には口頭ですと、えー、実際の,その相手訴える相手被告のまあ名前の「漢字はどうやって書くんですか」とか三、えー「川田さんだ」の「川場三本川」ですかとかっていうやり取りも、まあ、<laughs> まあ面倒くさいので、えー、書面で訴状を提出して行うっていうのが当然、えー、原則になります。 えその下に書いてありますけども最も簡易裁判所では口頭による訴えの提起は認められているというところでこれはあのたまに試験にも出たりするんですけども簡易裁判所っていうのは140万円を超えない総額のものに対して簡易なトラブルに対してのえ裁判所なんですけども。 ちょっといいろろ解散裁判所での手続きというのは簡素化されているところがあって、まあ、実際現実的には、えー、まあないとは聞いてはいるんですけども一応そう例えばですね A と B がお金返す返さないで揉めた時にじゃあちょっと解散裁判所に裁判所に判断してもらおうというので2人で行ってこうこうこういう、えー、今トラブルがあるんですけども、えー、判断してくださいっていうのが一応言えるっていうような。 法律上は立て付けになってますねこれを口頭による訴えの提起とまあ難しくというわけですで訴えを提起しました2つ目口頭弁論が始まりますというところですね1裁判所が中立的な立場において両当事者の言い分を聞いて原告の請求の逃避を判断するとありますまさに権利行使の正当性の評価は裁判所がま裁判の手続きの中でしていくんですけれども えそこで裁判所と両当事者が一同に会して3者が訴訟の進行と裁判資料の収集状況についての情報を共用するこれを裁判所から見ると審判当事者から見ると弁論と言いますで弁論は口頭で行われるため合わせて口頭弁論というというところですねはいえやっぱり書面でんですかねえっと基本的に 審,理審議っていうのは口頭で行われるのが裁判所では原則になってますなので口頭弁論っていうんですけれどもやっぱり書面でのやり取りですと、えーまあ、何ですかね何度も何度も、まあ「いやこの文言違うなこれもちょっと違うなこうやった方が、あのー、ちょっと強くここは書いとこう」とかって何度も何度もまあやりあの書き直しができるってい、まあ、いいことでもあるしただそれですといや本当の「 本当のところはどうなのっていうのはなかなか書面上だけだと伝わりにくいっていうのはありますよね。例えば、えー、最近はラインとかねメールとかっていう方がまあコミュニケーション手段のまあメインになっていて電話があんまりないっていう話は聞いたりもするんですけれども、やっぱりメール、ラインで言葉よりかは実際に、えー、電話で 音声で伝伝えた方が相手にはやっっぱり気持ちってその伝わりますしもっと言えば電話じゃなくてお互い二人で会って顔を合わせて伝えた方が絶対にその言葉の裏にあるニュアンスとかっていうのも伝わったりとかするっていうのはまあ皆さんもわかるかと思いますんでやっぱりそのえ実際本当にこの権利はあるの 心理というのを裁判所で判断するにあたって両当事者が顔を合わせたところに裁判官も裁判員を居合わせてでお互いのやり取りっていうのをこう実際に目で見てえ耳で聞いて肌で感じた方がえ心理に近づくんじゃないかというところで口頭弁論がまあ採用されているというとうころですねでその下に決定をもって完結すべき事件につき口頭弁論を まあ減るか否かは決定をもって完結すべき事件決定決定ってありますけどもこれはちょっとご説明しておきますと裁判所の判断っていわれるものまあ一番その何ですかね重い重いというか重いものがまあ判決っていわれるものがあるんですけども その他に裁判所が民事訴訟手続きの中で下す判断で決定っていうものと命令っていうものがあります。で、その違いっていうのがまずその、えー、まあ手続き的なところもありまして、判決というのは裁判所という合議体で判断出したけ判断ですよというところですよね。だから実際の百万円返した返さない貸した貸さない。 っていうところに対してのジャッジ判断っていうのは必ず判決で下されるというところです。決定っていうのは何かって言うと、あま決定と命令は同じで、その訴訟式裁判所っていうのは当然訴訟の運営円滑に運営するためにえ。まあ様々な訴訟式とか手続きっていうのを裁判所の方でま進めていくんですけども。 その際の手続きに対してのジャッジをするのが決定もしくは命令って言われるものですねで決定っていうのはやっぱり命令っていうのはもう少し簡易的なもので裁判所ではなくて裁判官裁判長といったいわゆる人が下すジャッジというところです。 えー、例えばですね決定ではどんなものがあるのってなると、まあ、この後あの勉強もするんですけど除籍忌避っていうのは例えば、えー、と裁判官が、えー、担当する事件の当事者がですね、えー、自分の嫁さんだったりとか自分の子供親とかだった場合って。 やっぱりどうしてもその客観的な判断っていうのがなかなかできない、まあ、それはしょうがないことだと思うのでそういう場合にはちょっとこの裁判からあの、まあ、この裁判だと客観的なジャッジできないのでちょっとえこの裁判は他の人に担当変わってねっていうような制度があったりするんですけどもそれは除籍忌避それをじゃあ,、まあ確かに、えー、これはあなた裁判官です裁判官あなたの息子さんが この当事者にいるからこれじゃあ担当変えてもらいましょう。っていう裁判所の判断ですよねそれを決定って言います。あと、位相の決定、えっと裁判所っていうのも全国にまあいくつかあるんですけどもまこれもこの後いわゆる管轄っていう話をしていくんですけども、その管轄を例えば解散会員裁判所から地方裁判所に移送する。その事件を移すとか、そういった手続きがありまして。その。 じゃあそれ移しましょうっていう判断これも決定で下されることになりますじゃあ命令ってどんなものがあるのってとこなんですけども命令ってあんまり数はないんですけどね例えば裁判長による訴状の補正命令っていうのがあります先ほどまず訴えるときには裁判所に訴状を提出して行いますよっていうお話をさせていただいたんですけども まあ当然あの訴状の中には「これは必ず書いてくださいね」っていうような項目っていうのもまあ,ありましてですねそれがあ抜けてる場合はこれちょっと例えばですねあの訴える相手方とかですよね被告の名前が書いてないんでえこれちょっとちゃんと書き直してもう一回提出してねっていうのをじゃ裁判所としてえこれは書き直せさせようっていうような。 判断をするまでもなく裁判官裁判長の判断で補正命令は出せるというところです。でちょっとあの後の方になってしまうんですけれどもまあ証拠のお話をさせていただく中で文章提出こちらいわゆる証拠としてその文章を提出しなさいよっていうのをまあ裁判所がえまあ いうものなんですけれどもこれ「文書提出命令」って書いてあるんですがこれをじゃあその文書提出命令を出す出さない決定するえまああの判断するのはこれは裁判所で決定という手続きで下したりするのでちょっとやこしいんですけども命令って書いてあるけれども決定で判断するというようなものもあったりするのでご注意いただければと思います。 え続きまして2番「口頭弁論は当事者の主張と立証からなるとございます」原告は事故の請求権を基礎づける法規の要件事実を主張し被告が認めなければ立証を行うそのまま続けちゃいます EX 例ですね消費代謝契約を例にとるとまず消費代謝契約、まあ、民法でもお勉強したと思うんですけども「金銭の授受」 まず100万円を確かに渡しました金銭の授受注と返還の合意じゃあこの金銭100万円は半年後に返してね返還の合意を主張し被告が返還の合意を争っている場合には周りにの事実を立証するため証拠を提出するっていうのがありますね。例例えば、えー、今回のこの例のこ話で言うと A が B に100万円を渡しました。で、それに対してまずそもそも B が「いや100万円なんか渡してもらってないけど」ってそこから争うっていう場合もあればあ確かにあの A さんからあ「私 B は100万円をいついつ、あのー、受け取りました」と。ただこれ借りたんじゃなくて「えー、くれるって言ってましたよね」って。 返還の合意っていうのがここがお互いのその認識の相違があるっていう場合もありますよねなのでそういった要件をこう細かく分けてどこの部分で争っているのかっていうのをまずはっきりさせるっていうのがまあ裁判なんですよねで、それにはまずお互いの主張をぶつけてもらいます今回の刑でいうとえー お金100万円は確かに A から B に対して渡しました B 確かに A からもらいましたそこには争いはありませんってなるとそこは、まあ、いわゆる自白って言われるものでそこは、えー、争点にはならないんですよねそこは外しますただ、えー、その返還の合意いやこれは A からしてみれば100万円貸したんだから返してもらわなきゃ困ります B がいやこれはもらったものですから返す必要ないと思ってるんですけどもでそこで争いがある場合には、えー 事故の請求権、いわゆる a がお金を貸したんだ。っていう,ような請求権を。基礎、まあ、理由付ける。立証をしていくことになります。例えば、いや、ここに借用書があります。確かに返しますって。いついつまでに返しますって書いてありますよね。っていうのを。裁判所に、まあ、証拠として提出して。あ、これは確かに、借用書があるんで。 なの合意はその時にできていいたはずだなので口頭弁論はまず当事者の主張をぶつけて、えー、お互い争いがないところはどんどん覗いていって争いがあるところを,をまずあぶり出してそこに対してどっちの言ってることが正しいのかっていうのを証拠を出したりとかお互いの主張を聞いたりして判裁判所が判断していくというふうな手続きになっていきます。えー、3番 被告は原告の請求権を消滅変更させる法規の要件事実を主張し原告が認めなければ立証を行うとあります今度は被告訴えられる側のお話になりますね、えー、例えば弁済済みの抗弁弁済の事実を主張し原告がこれを認めない場合には証拠を提出するとありますこれは、えー、例えばですね、えー、100万円確かに受け取りましたで これ確かに借りましたたっっってなな場合さっきと異る B はあ100万円借りましたただ先月もう返しましたよねっていうようなお話の場合ですよね。でこれ弁済済みの答弁ですけども被告が「いや100万円昨日返したじゃない先月返したじゃないですか」でここに領収書もちゃんともらってますよねってなると「あ確かに金銭消費対策は成立してるけども」 きちんと弁済してるんでその契約は終わってますよねっていうのが主張できるなので100万円新たに返す必要はないよねっていうような判断になるわけですよねこれが3番ですねで4番必要的口頭弁論の原則ってありますえっ、ー、と、まあ、これ先ほど1番の時ですかねちょっとお話ししましたけども 訴えについて判決をするには原則として口頭弁論を経なければならないよ必要的口頭弁論の原則というのがございますこれはやはり書面上だけでお互いの主張を確認するよりかは実際に2人とも同じ場にいて意見を戦わせてそれを裁判所が その場に居合わせて話を聞くっていうのが、一番、まあ、死に近づく。というような考え方のものからですね。えー、判決するには原則として、混沌弁論をやってくださいね、というのが原則としてあります。ただ、例外として。訴訟経済の検知等から、例外的に口頭弁論を経ずに判決できる場合が。ええ、ここ的に、規定されているというふうにあります。はい。これはですね、えー、っと。 まず訴訟経済っていう考え方がありまして訴訟経済っていうのはいわゆるその冒頭でちょっとお話しさせていただいた通りですね一日に750件ぐらい全国でいろんなところで訴えが提起されているわけでまあ裁判所もまあ忙しいということですよね。なのでその裁判所にいかに効率的に裁判をさせていかにその 賃金期間を短くするかってていうのは、まあ、裁判所とし例、まあね、えば、ー、それはやっぱり自力救済を禁止している以上はその救済を裁判所、まあ、司法でやらなきゃいけないのに、えー、裁判所がまあ忙しくて「あ訴え提起したけど実際の裁判が始まるのは多分3年後ですよ」っていうといやふざけんなっていうふうになると思いますしそれは当然あの国民のためにもまあなるわけなんですが。まあ、所掌経済 いかに効率的に裁判を効率的かつ円滑に運用していくかっていうのがまず民事訴訟法のの考え方の中にはありますでその観点から口頭弁論を経ずに判決できる場合が法的に規定されているというふうにあるんですけどもこれ判決判決っていうと先ほどの100万円貸したか貸してないとかっていう話ですとじゃあ結局 お金を貸して帰ってきてないの A、えー、に100万円の債権、B に対する債権あるのないのっていうのを判断するこれも確かに、えー、判決というか、これがまわかりやすい判決ですよね、えー、原告の請求を認用する判決もしくは棄却、いやそれはあーもう権利ないよって判断する棄却判決これを、えー、いわゆる判決文が出てきて、えー A の原稿の主張を認める認めないってやつですよねこれは本案判決っていう判決まあショックになるんですけどもいわゆる権利の評価を権利行使の評価っていうのを裁判所がする判断ですただそれ以外にも実はあの判決っていうのがあってまあこれ次でやるのかな訴訟判決っていうのがありますそれはそもそも裁判所で 協議する土台に乗る乗らないの判断っていうのがありましてでそこに対していやこれちょっと要件が整ってないから裁判できないよね始められないよねっていう場合には却下判判決決いうそれも判決の一つなんですよねだか分かりやすいのは例えばここにいくつか条文記載されてますけど民事訴訟の140条を見ていただくと書類に不備がある場合。 これはあの客価決定で却下しますよ。どうですね、決定でかな。ちょっと見ます。百四十条。訴えが不適法でその不備を補正することができないときは裁判所は口頭弁論を経ないで判決ですね。ごめんなさい。判決で訴えを却下することができると。だ判決で客価判決を出すんだけども口頭弁論を開くまでもない。まあそれはそうですよね。 訴えが不適法でその不備を補正することができないのでそもそも裁判という土台に上がらないというところですねそのほまも控訴の却下の話だとかあと手形訴訟っていうちょっと変わった訴訟があるんだけどその却下の判決とかっていうのも口頭弁論を経ずに判決できるっていうような規定があります3訴訟の終了です 1, 1当事者の意思による終了2判決による終了っていうのが2つありますねまず1番当事者の意思による終了ですけどもこれも訴え提起の時にちょっとお話した通り裁判をそもそも裁判という手続きを利用するのかしないのか100万円返せって主張するのかそのうちの50万円返せって主張するのか裁判の範囲 これもすべて当事者の意思によってやりましょうこれ処分権主義っていうお話しましたけども当然始めるのも当事者の意思によります訴えの取り下げただ当然やめるのも当事者の意思によってできますよっていうのは訴えの取り下げですねあ,あもうこの裁判はいいやと訴え取り下げますあとは放棄え認諾、えー あもうこれはちょっと相手の言うこともうこの裁判はいいです放棄したりとかあ認諾というのは被告が訴えられた方があもう確かに、えー、おたくの言うおっしゃる通りです認め、全面的に認めたりとかあとはその和解ですね、えーまあ、お互いで確かに100万円えー まあ借りたかどうかわからないけど、まあ、あの時に万その時に100万円だったかもしれないから僕もらってたと思ったけど、まあ、申し訳ないでじゃあ50万円返すからそれで手打ちにしてよねっていうのはまあお互いがそれで、えー、納得すれ,すれば、えー、和解が成立して、えー、訴訟がまあ終了してきます。で、えー、先ほどちょっとあのご紹介した裁判所のホームページ,のーページのにデータがあって、えー、まあ 確かに A が言ってることには理由があるから、百万円返せ、被告は原稿に返せっていうの判断ですよね。終局判決による、まあ訴訟の終了っていうのが全体の四十八点四パーセントだそうです。なのでまあおよそ半分ぐらい、まあこれが多いか少ないかっていうのはまあ感じ方によるかと思うんですけども、まあ半分。 逆に言うと半分もいかないってことですよねいわゆるその終局判決が出るのがまあちょっとえまあ少ないかなとは思います。で先ほど出てきた和解が実はが和解で終了しているとまあ極めて日本人的だなあっていうふうには思うんですけども裁判はしたけどもまあ結局最終的にはじゃあお互い落としどころをこう見つけてじゃあこれで手打ちにしましょうっていうのは もありますと,いうことですよ、ね、えう、ー、これはなかなかその裁判訴えてやる、まあ、日本人もともと訴えてやるっていう時のハードルが、えー、高いような気がするんですけども、えー、そう訴えてやるってなってもー35%が、まあ、和解で終結して最後の終局判決まで最終的なあ裁判所の ジジャッジ判決をもらうというに至るのが50%ト切る48%ぐらいというようなお話です。はい、で隣に判決の確定判決項の発生っていうのが書いてありますね。えー、規範力判決に矛盾する主張ができなくなるとあります。例えば蒸し、えーまあ、返しはやめてくださいねっていうお話ですよね。裁判っていうのは 裁判所も含めて、えー、いろんな人がまあ動いて費用もお金も時間もかけてやって、えー、判決が出ましたってなると、えー、A が「あね、原告、まあ、被告は原告に百0 0万円返せ」っていう判決が出ましたそしたらじゃあそれから、えーまあ、100万円、えー、例えばしょうがないなと被告がじゃ返した後で例えばそれから3年後に「やっぱあれもらったもんだよな」 ってうんであれはあの時に100万円もらったもんだって訴えるっていうのはこれはもう一回審議は済んでるのでそれほどまあ裁判所も暇じゃないよというところでこれ、えー、その訴えは、えー、それこそ裁判の土台に上がる前に却下されますですねこれを規範力って言ったりしますね。はい、4、えー、上訴判決確定前は上級裁判所へ上訴が可能というところですね。 我が国では三審制を取ってますので例えば第1審で東京地方裁判所に訴えを提起して被告は原告100万円払えっていうな判決が出ましたそうすると被告はいやいやいやこれは100万円もらったものだっていうのをまあ合計3回審議してもらえる。そのの東京裁方に 控訴できたりするんですよもう一度ちょっと審議してくださいよこれはこうこうこうなんですよというのを審議してくださいっていうのをその上位裁判所である高等裁判所の方に控訴ができるっていうような仕組みになってますねでその上には最高裁判所がありますので全部で三審制下院裁判所から始まったら簡易裁判関西地裁高裁の三審制ということになります 次第4訴訟判決と本案判決っていうお話ですねこれはあの先ほどもちょっとお話したんですけどもちょっと出てきたんですけども判決っていうのも大きく分けると2パターンありますよっていうお話ですこの本案判決っていうのがいわゆるその権利の評価の判決ですね A に100万円払えとか払わなくていいとかっていうような判決、まあ、判断 これを法案判決というんだけれどもその裁判の土台にまで上がるか上がらないかっていうような判断これを訴訟判決と言います訴訟判決民事訴訟において審判の対象となる権利義務または法律関係の有無について判断せずに訴訟要件が充足していないことなどを理由として下される判決ですねということです例えば訴え却下判決というのがありますねで、えー、却下される でじゃあ例えば具体的にどんなことがあるんでしょうという話なんですけど隣欄外見ていただくと訴訟要件とは本案の審理を続行して本案判決をするための要件と書いてあります例えば当事者の存在とか管轄の有無とかって書いてありますけどもちょうど次回から実際の 民事訴訟法の具体的な内容に入っていくんですけれども、そこで一番初めに出てくるのが。訴訟関係者っていう話になってくるんですよね。で、えっ、ー、と、当然。裁判には。訴えるものと訴えられるものの。えー、2え。者が必ず存在します。で、えー、例えば、じゃ、その当事者が存在しない場合ってあり得るのっていう話なんですけれども。例えばですね、あの、権利能力なき社団とか。 そういった法人として、えー、まあ認定されてないもの、まあ、県のなき社団は、えー、要件を満たせば、えー、訴訟当事者にはなれるっていうお話があ出てきますけどもそういったケースとかあとは、えー、そうですね、えー、っと訴訟といえば、まあ、弁護士が訴訟代理をして、まあ、訴訟代理になるケースがまあ多いんですけどもその訴訟代理をしていた弁護士が実は え弁護士の資格もないモグリな弁護士だったとかそういう場合とかですよね。そうするとおいろいろ手続きの要件が揃ってないので、えー、本案判決を出すことができなくなってしまうということになったりします。うんえー、訴え却下判決ですね。えっ、ー、となので、えー、まあ本案実際の審議、まあ裁判の手続きに載せる前にそういうちゃんと訴訟要件っていうのが 整っているかっていうのはまあ裁判所の時間も無駄にしない、まあ、当事者の時間も無駄にしないように、えー、裁判所がまあ職権で調査していくということになるんですけどもそれをお訴訟要件が不備、えー、がありそれが補正できない場合っていうのは却下判決というのが下されて、えーえー、実際の審議までいかないという場合がありますで、法案判決は民事訴訟において訴訟の対象となっている権利または法律関係の有無について判断を下す いう判決になりますねで原告が勝訴100万円返せ分かりました、えー、被告は原告に100万円返せなさいこれを、えー、任用判決原告敗訴、えー、100万円貸したいやこれを貸してあげたものです裁判所が判断して、えー、100万円被告は原告に返す必要がありませんこれを棄却判決で言いますはいえー、以上で、えー まあ、ガイダンス的なところとあとは民事訴訟の序論のところをお話しさせていただきました、えー、次回からは、えー、実際に、えー、第1編の訴訟関係者というところから民事訴訟の方の、えー、中身について、えー、ご説明していきたいと思いますどうもお疲れ様でした